はいどうもこんにちは、かつきチャンネルです。今日もドリームリーグ2020やっていこうと思います。よろしくお願いします。報酬受け取る、メンバーはねこんな感じです。ちょっとね久しぶりの収録ですね。収録とかかっこいいこと言っちゃったけど、ソン・フンミンゲットしまして、前もいたかもしれないけど、あと結構選手育成しました。マフレッズとジエゴ・コスターかな、一番伸びてるのは。伸びてる。はーい。という感じでね。フェルナンジュニアも実は金になりました。はい。こんな感じで、やっていこうと思います。はい、行こう。はい、マッチングしました。相手はね、CR7 ですね。クリスティアーノ・ロナウド。さあ、行こう。いやー、それにしてもね、コロナですよ。もう、話題はそれしかね。うわ、こいつ。出た、これ。これ、マジ取れないんだよね。ファールになっちゃいがちなんだけど、取りました。それじゃあ惜しい。あれですよね。あ、これは大丈夫だった。取ったか。取ったな。相手の狙いがわからないな。スミス。え、なんか怖い。何この人たち。ルカク、なんか嫌な、何これ、やりにくいこの人。さあ。はい、これ1点もらいましたね。これは切れますね。はい、切れた。はい、2人目マッチングしました。HQFC ね。行きましょう。サネがいるわ。コロナですよね。本当にもうね。今、東京が緊急事態宣言出たのかな、非常事態宣言か出たのかな。なんかもうね、前までだって東京もさ、その何、感染者が結構出始めてから、最初は1日50人出ました。今もう100人超えてるわけじゃないですか、1日の感染者が。でそのうちのほとんどが若者。いや全然あれですよね、普通に怖いですよね。うわ、やべ、いい狙いだ。なんつうのかな、東京はね、もう東京も行けないっすよね、マジで。家から出れないっすよね。東京の人って、東京の大学生ってこういう時も普通に飲み会とかやってる。いや、この前、てか昨日あれやりました、オンライン飲み会。意外と楽しかったっすね、オンラインでなんかみんなと話しながら。で飲み物は自分でコンビニで買ってくるんですけど、楽しいっす意外と。なんか荒野行動やりながら、いつも荒野行動やってる仲間と友達とね、あのオンライン飲み会やったんですけど、なんかねその荒野行動で、みんなでやって、ダウン取られたら、まあなんか死んだら一杯飲むみたいな感じでやってて、いやー、めちゃくちゃ負けましたね。いや、もうめっちゃ、なんか、やっぱ実力主義じゃないですか。僕、そんなに上手くないんで。いや、もう、めちゃきつかったっすね。もう、ハイボール飲んで。いや、もう、トリス、あんま美味しくないですね。トリスハイボールは、角、はい、の方がいいかな。いいらしいですね。なんか、セブン行って、その 200ml ぐらいのハイボールを買ったんですけど、値段が全然違うんですよ。500円のやつから200円のやつまであって、で僕はね、ちょっとね、ケチって200円のを買ってしまって、全然美味しくなかったですね、マジで。ウェイ、え、うまっ。ちょっと、え、うまっ。で、左足だったもんな。ジュース左足練習したんだ、俺の知らないところで。ライトほぼ初期メンバーだな。取った。はい。前半 1-0 といいですね。で、なんかそのオンライン飲み会で負けたら飲むみたいな感じでやってて、そのなんかトリスハイボールがね270円ぐらいだったのかな。で、すごいあの、あれ、人がやってて。核ハイボールみたいなやつは500円ぐらいしたのかな、同じような量で。すごいっすね。だから高っと思ったけど、いや多分そっちの方がやっぱいいハイボールの方が高くて美味しいんですよ。もうね、酒というかなんか変な、もうゴムみたいな匂いと味
なんすよね。本当になんか嫌でした。でなんか氷結もなんかまずいし明日はね、ちょっとね、僕もね、まあ、陽キャ大学生としてね、明日もね、またオンライン飲み会の予定があるんで陽キャ大学生こんなゲームしないってか。おい、これドリームリーグの悪口言うなよ。俺の悪口はいいけど、ドリームリーグの悪口は言うなよ。言ってねえよ。なんでもない。あれなんですよね。そう、明日もね、オンライン飲み会ってね、明日はもうね、そういうことはやらないね。高校の友達とのね、高校時代の、同級生との明日はオンライン飲み会なんで、それは楽しみにしてますね。普通に、これはね、まあね、ハイボールね、負けた人ロックで飲むとかなしで、軽くね、つまみ食いながら、ビール飲んでやりたいと思います。はい、3対0だね。もう、いいかい ?72 分だけど、どうだい？もう一試合やる？やんなくていいよね。うん。はい、ってな感じで3対0で今日も勝つことができました。ってな感じで。